まず、まあ、過去は変えられないわけですねで裏切られたと思っているファンの方もたくさんいらっしゃると思うんですねでその信頼をまた再び勝ち取るというのは至難の業だとは思っていますただやはりこれから僕らが作るこのエンターテインメントの世界をまた信じていただくために やはりタレントを一人一人がやっぱり自覚を持って取り組んでいくというのが最終的には近道なのかなと思いますしその信頼を勝ち取るのはやはり個人の力そしてグループの力そういうものが合わさって初めて結実すると思いますのでまずは努力を続けることそして信頼を取り戻すこと。 まあ、それしかないのかなと思ってます。はい。それでは。あ、申し訳ございません。すみません。あの、いろいろなことが起きている中でも。全く変わらず、私どものタレントを応援してくださっている。ファンの皆様には。本当に。感謝の気持ちしかございません。 あの本当にご理解いただきたいこととしてはあのみんながそういうことがあって今スターになっているわけではなく1人ずつのタレントが本当に努力してそしてそれぞれの地位を勝ち取っているのでそこだけは本当にあの失望していただきたくないですし誤解もしていただきたくないですし。 あの安心してこれからも応援してやっていただきたいと心から思います。よろしくお願いします。あの僕は今そのタレントとしての立場と社長としての立場でまあ聞いておりました。あのとても複雑です。僕はそのジュニアの子たちにいつもい っているのは、どんな気持ちでライブに来てくださっているのか、何日も前からチケットを取って、高いお金払って飛行機を取って、紙へセットして、おしゃれして来てくださるってことを、一からちゃんと考え直して、ステージに立ちましょうと言っております。手作りのを 作ってくれたりとか、精一杯力の限り応援してくださっていて、僕はジャニーズに入って35年経ちますが、ずっと支えてきてくださったファンの皆さん、それはジュニアも、これからずっとそのファンの皆さんと共に歩んでいくことだと思います。 ですからそこでもうこれ以上がっかりさせるようなことのないようありとあらゆる方法で権力だったりとかその風通しの話もありましたがたくさんの大人たちの目で見つめていきたいと思っておりますそしてタレントとしても今まで以上に恩返ししていきたいと思っております。あのそのためにやはり そのファンの人たちの思いに応えるためにやはり僕らは命を削るほどの作業が必要だと思うんですねやっぱりそこには厳しさもありやっぱり耐えなければいけないことも多々あると思います陰で流す涙の量そして汗の量というのがファンの人たちに の思いに応える唯一の作業だなとも思っておりますのでそれを怠らないようにしていきたいとは思っています。